県が新設を目指している県立大学について、山口知事は今日、施設は教養や代用も考えられると述べ、既存の建物の活用も選択肢とする考えを示しました。施設については新しいものを建てるだけではなくて、教養だったり代用だったり、それを組み合わせたり、さまざまな工夫が考えられると思っています。県立大学について山口知事は今日の県議会でこのように述べ、大学の機能などに応じてハード整備は柔軟に考えていけるとの見解を示しました。県内の大型事業をめぐっては、事業費の大幅な上振れを受け、先月県が市村記念体育館の改修を凍結しています。県立大学でも整備費の上振れが懸念されることについて、山口知事は現存する施設を改修する市村のリニューアルとは異なると話しました。大学は、何もこれから積み上げていくので、今ハードはなくて、ソフトに合わせたハードをいかようにも作れるし、代用したり、いろんな共用したり、今いろんなやり方があるから。県は県立大学の整備費を最大200億円と見積もっていて、山口知事は極力200億円で収まるように工夫したいとしています。